エレーナ・ブヤチェスラ・ボブナ・デメンチェワは、ロシア・モスクワ市出身の女子プロテニス選手。2008年の北京五輪で、女子シングルスの金メダルを獲得した選手である。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス5位。WTA ツアーで、シングルス16勝、ダブルス6勝を挙げた。デメンチェワと呼ばれることも多い。デメンチェワは、モスクワ市内にある、名門クラブ。 スパルタクラブでアンナクルニコワやアナスタシアミスキナと幼馴染だった。1998年8月にプロ転校。1999年から女子国別対抗戦、フェドカップのロシア代表選手になる。2000年夏から頭角を表し、全米オープンで初のベスト4に進出する。同年のシドニー五輪で銀メダルを獲得した時は決勝で、 ビーナス・ウィリアムズに2から6、4から6で敗れた。この活躍により、デメンチェワは2000年度、w t a アワードの最も進歩した選手賞を受賞した。2002年、デメンチェワはダブルスでツアー年間3勝を遂げ、ヤネッテ・フサロワとのコンビで多くの好成績を出した。デメンチェワとフサロワは2002年全米オープンの準優勝ペアになり、 女子ツアー年間最終戦、WTA ツアー選手権のダブルス部門で優勝した。シングルスではしばらく足踏みが続いたデメンチェワだが、シドニー五輪銀メダルから3年後、2003年4月に女子ツアーでシングルス初優勝を果たす。2003年ウィンブルドンでは、デメンチェワは同じロシアのリナ・クラスノルツカヤとペアを組んだ女子ダブルスで活躍した。二人のペアは3回戦で、 ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹ペアを破り、第一シードのビルヒニアルアノパスクアルパオラ、スアレスグミとの準決勝まで進出した。2004年、デメンチェワは、全仏オープンと、全米オープンの2大会で準優勝した。どちらも、ロシア対決の決勝戦になったが、前者は、アナスタシアミスキナに1から6、2から6で敗れ、後者は、スベトラーナ・クズネッツォはに3から6、 5から7で敗れている。2005年は全米オープンの女子ダブルスでフラビア・ペンネッタとペアを組んだ準優勝がある。デメンチェワは2004年2005年とフェドカップのロシアチームに連覇に貢献した。2006年ロサンゼルス大会優勝2006年2月5日、デメンチェワは日本のトーレパンパシュフィックオープンテニストーナメント決勝戦で当年度から 現役復帰を果たした元世界ランキング1位のマルチナ・ヒンギスを6から2、6から0で破って初優勝した。2002年10月にヒンギスはドイツ・フィルダー・シュタットのポルシェテニスグランプリ2回戦敗退を最後にテニス界から退いたが、その時の対戦相手がこのデメンチェワであった。この年の4大大会ではウィンブルドンで初めてのベスト8進出があった。準々決勝では ウィンブルドンを得意とするマリア・シャラポワに1から6、4から6で敗れた。8月第2週にアメリカ・ロサンゼルス大会で優勝し、年間2勝目を挙げる。決勝戦ではセルビアのエレナ・ヤンコビッチに6から3、4から6、6から4で競り勝った。2008年、デメンチェワはウィンブルドンで初のベスト4に進出した。準々決勝で、 同じロシアのナディア・ペトロワと対戦した時は、第2セットでデメンチェワが6から1、5から1とリードした場面から、ペトロワに追いつかれたが、最後は6から1、6から7、6から3で試合を締めた。初進出の準決勝では、大会前年度優勝者のビーナス・ウィリアムズに1から 6?6 から7で敗れた。8月の北京五輪で、デメンチェワは、女子シングルスの金メダルを獲得した。 ブイ・ウィリアムズに敗れたシドニー五輪から8年の歳月を経て2大会ぶり2度目のオリンピック女子シングルス決勝戦に進み同じロシアのディナラ・サフィナに3から6、7から5、6から3で逆転勝ちを収めたこのオリンピックでは女子シングルスの銅メダルをベラ、ズボナレワが獲得し3つのメダルすべてをロシア勢が独占した2009年全豪オープンにて2009年は 全豪オープンとウィンブルドンでベスト4に進出した。準決勝で優勝したセリーナ・ウィリアムズに敗れている。2010年全仏オープン準決勝のフランチェスカ・スキア・ボーネとの試合では、ふくらはぎの痛みにより途中棄権し、ウィンブルドンを欠場することになった。1999年の全豪オープンで4、大大会に初出場してから46大会。 連続で出場してきたデメンチェワにとって初めての欠場であった。10月のトーレッパンパシフィックオープンテニストーナメントではデメンチェワは決勝に進出したが第1シードのキャロライン・ウォズニアッキに6から1、2から6、3から6で逆転負けして4年ぶりの優勝はならなかった。同年10月カタールドーハで行われた WTA ツアー選手権では サマンサスとサーに逆転勝利を収めるものの、ボズニアキ、スキアボーネに敗れ、ラウンドロビン敗退に終わった。そして、10月29日のラウンドロビン、スキアボーネ戦の後、2010年限りでの現役引退を発表した。最終ランキングは9位で、世界ランキングトップ10のままで現役を引退する8人目の選手となった。デメンチェワは2011年7月16日に、 アイスホッケー選手のマキシム・アフィノ・ゲノフと結婚している。2014年4月に第一子の長女を出産した。略語の説明 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加。 P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。2000年前普通の不戦敗と2004年全米3回戦の不戦勝は通算成績に含まない。 ありがとうございます。